はい、今回はですね、キン肉マンの、最新話第392話についての感想や今後の予想などをお話ししていきます。そのため、キン肉マンの最新刊以降の内容が、含まれていますので、視聴される際にはご注意くださいということで、まあ自分はね、いきなりね、バベルの塔の試練の対戦がね、始まるって思ってたんですが、超人墓場のパートもね、ちょっとというか結構入っていましたね。まあ短いながらもですね、小ネタやストーリー上重要な要素が結構描かれていたんじゃないかなと思います。まずはですね、前回のあらすじからいきましょう。悪魔の騎士の力を結集させたアシュラバスターをザ・バーザーカーに決めたアシュラマン。ザ・バーザーカーは一度は立ち上がるもダメージは甚大で再びリングに倒れてしまい、この時点ではぐれ悪魔超人コンビの勝利が確定しました。ザ・バーザーカーは超人の力を認めるとともにサンシャインを侮辱したことを素直に謝り、アシュラマンを塔の最上階に転送させるのであったっていうことで、まあこの戦いはここで一段落ついていたんですよね。というか皆さん言われるようにザ・ナチュラルが放置されていたのはちょっとシュールではありましたよね。はい。でまあ舞台はね、超人墓場に移り、一人の傷ついた超人がザマンの元へたどり着きます。そしてその超人の正体はネプチューンキングの弟子でもあったスクリューキッドであったというところで終わっていたんですよね。まあかなり衝撃的な展開だったんですけれども、で次に今回の感想なんですが、バベルの塔のね、次の対戦カードもね、決まってはいたんですが、超人墓場のパートもね、見どころがたくさんありましたよね。まあ個人的にはなんというか、むしろそっちの方がメインだった感はあるんですが、まずはこちらからです。はい。まあスクリューキッドの姿を確認するなり、ネメシスはネジ超人と叫んでいましたね。まあこんなん笑うしかないじゃんみたいな感じでね、読んでいたんですけれども、さらには、なんとか生還したスクリューキッドにザマンは、オイルのスープを用意するように、これネメシスに対してかな、指示していました。まあオイルのスープっていうね、パワー、そういった言葉をですね、パワーワードと感じてしまうのは、まあ、筋肉マンなんですよね。はい。またですね、スクリューキッドは、パーフェクトラージナンバーズ入りをしてたんね、まあ、なんかファンのその感想の中にはちょっとかなり人材不足なんじゃないかっていう意見もね、見られたんですけれども、一応ラージナンバーズ入りして、まあ、えぐるっていう字のね、完結の称号を得ていました。まあこれもね、結構大きな情報だよね。ということはまあ他にもね、新しくラージナンバーズ入りしている超人がいる可能性があるっていうことですからね。でまあスクリューキッドはね、やっぱり何者かの、教習に合っていたみたいですね。これはちょっと後でもね、少し触れていこうかなと思います。で次にケンダマンについてなんですが、まあ、今回ねケンダマンも少しっていうかね、一コマだけ登場していたんだよね。まあ、残念ながら回想シーンだったんですけれど、まあ、その回想シーンがね、まあ、結構絶望的な描写で、まあ、何者かによって、まあ、鎖の部分を強引に引きちぎられていましたね。はい。まあ、夢の超人宅編でもね、なんか同じような目に遭ってたと思うんですが、個人的にはね、生きているケンダマンを見てみたいんですが、どうかなこれね。その願いは叶うんでしょうかね。一応鎖の部分を引きちぎられたんで、頭と胴体が分離してるんだけど、さっき言った夢の超人宅編でもそういう風にはなってたんだけど、特に死んだわけじゃなかったんで、まだね望みの可能性はあるかもしれないですよね。ただまあ新たな敵にね、忘れ物だと言われながらね、超人墓場にね、頭の部分ね、送りつけられるっていう描写があるかもしれないんですけれどね。はい。ちなみにケンダマンもラージナンバーズ入りしてたってことですかね。スクリューキッドがそうなってたんで、まあ、素直に考えればそうですよね。まあ、称号はね、まあ、おそらく官玉か、あるいは官級あたりになってきたんでしょうかね。官級はなんか他の方もね、おっしゃってましたね。はい。なおですね、スクリューキッド調査団のメンバーをね、以前予想したんだけど、その時はね、結構たくさんのメンバー予想していたんですけどね。ただまあ今回の描写を見る限りは、そのメンバーは乱入コンビ2名のみだったってことですかね。この辺まだわかんないですけどね。はい。で次にこちらですね。はい。まあ、これについてはね、後日特集をしてね、またあれこれ勝手にね話そうと思うんですが、ザマンはスクリューキッドたちを向かわせた場所にあるものが いたっていうことをね、あらかじめ知ってるっていうか、まあ、予想していた感じでしたね。まあ、これについてはね、なんか結構読者の中の方の中にまだ何もゆえたまご先生は考えてないんじゃないかっていう意見をね、結構見かけたんですけど、そんなことはないと思いますけどね。
今後あの2点3点する可能性はあってもある程度の構想はさすがにね、まあ、冗談で言ってるかもしれないんだけど、あると思いますよ普通に、はい。でまあ、そのものの正体は様々な可能性があるんですが、まあ、断るごとにあの自分がプッシュするね、まあ、邪悪誤信ですよね、まあ、すでにあの下転してる可能性あるんですけれども、あと、まあ、バベルの塔の最上階で起きていることを憂慮して、まあ、超人抹殺を目論むちょっと過激派の超人ですよね。まあ、ある意味調和の神の考えに承諾していない神々とも言えるんですが、その場合はね前座のような存在になりそうですけどね。まああるいはサタンにねそそのかされた者たち、まあその者たちっていうのは天界の神々がね新たな神を作り出す際に生まれてしまった失敗作かもしれないし、まあオメガの民のように地球から迫害された超人かもしれないですよね。まあはたまた、まあ、すでに死んでしまった超人が、まあすでに死んでしまったんですが復活させられた、超人たちかもしれないですよね。はい。でまあ超人の存亡が関わっているんで、まあ超人の可能性は低いかもしれないんですが、可能性はねまだゼロとは言えないので、まあ現段階では選択肢には残しといてもいいのかなとは思っていますね。まあその敵の超人自身ねさらなる上の存在を目指しているかもしれないですしね、まあつまりその強引にね神の座を略奪しようとする勢力はいるかもしれないですよね。その手段はまああるかも あるっていうのは十分考えられるんで。で次にこちらですね、はい。まあ、ある意味本題 ではあるんですが、まあ、ネジ超人のインパクトがどうしても、ね、強すぎてね、まあ、こちらが若干霞んでしまった感はあるんですよね自分はね。で次の対戦カードはズバリ、まあ、ロビンマスク VS ランページマンですね、はい。まあ、あのロビンマスクはね調和の神と対戦するんじゃないかってねあの自信ありげに予想はしていたんですが、まあね外れてしまいましたね、はい。まあ、おそらくねそのロビンマスクが勝利すると思われるんですが、注目したいのはねやっぱランページマンがどこまで強キャラ感を出せるかっていうとこかなと思いますね。まあ、最初にやっぱりその姿を明らかにした長身で、まあ、個人的には結構思い入れもあるんですよね。最近になってちゃんとキャラが立ってきた感もありますし、で、まあ、シングルマッチ濃厚であることからねザ・ナチュラルと同じような結末を迎えるっていうことはないかなと思いますし、そうならないことをね強く願っています。まあね再登場した際にちょ雲のようにね逆さ宙吊りで登場した時は若干不安にはなったんですが、そのものが結構かっこいい感じ出してましたよね、はい。でまあ、次回更新予定日なんですが9月の12日の月曜日ということで、まあ、今度こそね前回ちょっと間違えてしまったんですが今度こそ来週ですね、はい。まあ、あの本格的にねロビンの対戦が始まっていくんですが、どうかな結構9月10月ぐらい、かかりそうな感じはするんですけど、まあ、どういったね、まあ、あの面白い戦いが繰り広げられていくのでしょうかということで、今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。